今日はですね、JR 倉敷駅にやってきました。ご覧いただいているのは北口、だいぶ昔なんですけども、こちらには千堀公園というものがあって、その名残としてまだ千堀公園の時計台というのが残っています。そしてこちらが南口です。昔ながらの、昔からここは変わらないですね。さて今日向かうところはこの西ビルですね。このスナック街とかあるんですけども、今日はこの西ビルの地下1階ですね、飲食店街というのがあるので、今日はそちらの方に行ってみようかなと思います。実際ここをね、まあ物珍しさで通ったりはするんですけど、実際ここでね飲食をしたことがないということで、今日は行ってみようかなと思ったんですけども、なぜ最初からこうやって長々とマイクを使っているのかというと、ちょっとね音声トラブルでね、あんましいい動画できなかったので、まあマイク使ってちょっとごまかす感じで今日は、ね、編集していこうか、編集というかこの皆さんにねお見せしようかなと思います。そしてまず、中に入ったところでもすでに飲食店街的な感じでありますね。居酒屋さんとかあるんですけども、今日はこの右ですね、右手の右に焼肉屋さんがありますね。こちらです。こちらね、飲み放題60分500円なんですよね。というわけでお邪魔いたします。店内がこんな感じですね。どうでしょう。でこちらがメニューですね。いろんなメニューがございます。まあ値段もね一般的ですね。どうでしょう。コースもあるんですね。で、こちらが飲み放題、今回は90分1000円にさせてを注文しました。で僕運転があるのでノンアルコールビールにしました。そしてこちらが、塩タンですね。で値段がちょっと気になる方は先ほどのメニューの方に戻っていただけたらいいかな、助かるなと思いますね。でこちらの、ロースターなんですけども、今ねちょっとなんか焼いてるような音が聞こえるんですけども、こちらは BGM を入れてるので実際焼いてる音っていうのはもうほとんどないですね。こちらよく見てもらうとなんか遠赤外線なんですよね。だから本当に煙も出ないし、熱線でね、焼いてるということなんで、なんか綺麗に油が落ちると、余分な油が落ちるというような感じになってます。すごい量ですよね、油の量、こんだけ落ちてるってことです。はい、早速いただきます。もう本当に弾力がありまして、大人からお年寄りまで苦なく食べれる感じでございました。そしてこちらがハラミだったかな、ハラミだったと思います。でこちらが新鮮レバーで、ホルモンと、カルビだったかな、はい、まあ多分カルビだったかな、まあ、ちょっと焼肉に詳しい人 SOS。 まあ、ちなみにですね、まあこうやって見るとやっぱお酒が進むような値段なので、まあ、僕の場合ノンアルコールビールだったんですけども、ノンアルコールビールは、まあ、90分で、まあ、5杯ぐらいいきましたね。まあなんかなんていうんですかね、ちょっとなんか酔ったような、まあ、雰囲気気分だけでもっていうような感じだったんですけど、本当にお得な、感じかなと思います。
90分で1000円ですからね。ビールとかハイボールいろいろあります。全体的に肉が柔らかくて食べやすいっていうような感じでございました。かなりプリップリのホルモンでございます。こちらも味噌ダレでをつけていただきます。味噌ダレと、隣にはレモン汁、そして、醤油ですね。こちらがクッパでございました。もう締めにはねいい感じの、味かなと思います。こんな感じでお届けいたしました。ぜひ皆さん行ってみてください。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。